言っちゃうよ。はい、皆さんこんにちは、セナーです。前回の動画見ていただけましたでしょうか。いきなりですけども、前回の動画ね、1分10秒ぐらいの、まあ、建築合戦が本気で CG 動画を作ってみたみたいなタイトルになってるかと思うんですけども、そちらの動画ぜひまだ見てない方は見てほしいんですけども、はい、その動画のコメントとかですね、インスタグラム、僕のインスタグラムの投稿とかに、ね、まあ、あげたんですけども、まあ、そちらのコメントとか DM の方とかでですね、その動画の解説動画を上げてほしい。まあ、メインではまあ、アニメーションですね。その中でアニメーション、まあ、ユニットを動かしていくような、そういうアニメーションの表現方法があったんですけども、そちらどうやってツイモーションでやってんのっていうようなね、質問いただいたので、今回はそのような解説をしていきたいと思います。それでは早速やっていきましょう。はい、ということで早速やっていきたいと思うんですけども、こちらまあツインモーションやってきてますね。まあ普通にモデリングして持ってきたものであります。はい、これちょっとまあ画質悪いんですけども、これまあ元が重たいので、これしかも画面収録しながら作業ってなると、まあ落ちてしまったらちょっと嫌なので、このクオリティをねミディアムまで下げさせてもらってます。そこはご了承ください。はい、ということで早速ね、まあこの動画なんで作ることになったかのかであったり、どういう依頼だったのかっていうお話を先にさせてください。それまあすごい重要だなと思うんでね。はい、まずこれは僕がまあ2月ぐらいに突発的に東京に行った時に、あるクライアントさんに会いに行ったのがきっかけでした。そのクライアントさんとはまあ10月ぐらい、僕が仕事を始めてまあ本当に1ヶ月ぐらいの時に、お会いするきっかけがあって、そこからまあお仕事をまあ5、6件いただいてっていう、まあ言ったら僕からしたらお得意さんは顧客ですねだったんですけども、まあ、せっかくだ東京行くんだったら会いたいと思いまして、僕まあアポ取ってちょっと喋っていたわけです。じゃあその社長さんがですね、まあ宮古島に戸建てを建て売りしていきたいと。でそれがちょっと変わっていて、ボックスカルバートって皆さんご存知ですかね。ボックスカルバートって何かと言いますと、排水溝とかトンネルとかを作る現場とか見ていただいたら分かると思うんですけども、ある四角のね、今ちょっと映像で流れてると思うんですけども、その四角のボックスカルバートっていうそういうユニットがありまして、そのユニットを現場でパコパコはめていってで作っていくんですよ。でその施工方法を住宅にも応用すれば、まあ、費用が抑えられて工期もまあ短くなって、でさらにこんな感じ、今こういうある感じでちょっとデザイン面でもちょっと尖らしたようなデザイン面も豊かに戸建てを建てれるということで、それを押していきたいんや。でそのためにはそのボックスカルバートを組み立てていくっていうのをどういう風にやるのかっていう動画とかが欲しいんやけど、現場で撮ったりするよりかこれ CG でバチバチに決めてやった方がええと思うねっていう、まあその人関西の方なんですけどもっていう風に言ってくださって、でセナお前やってみろってやってくれって言われてやることになったわけです。なのであのようなアニメーションを使っています。それじゃなければ僕は基本的にあまりアニメーションを使っていなかったので、まあそれをするきっかけになった依頼ですね。ということで、まあ、どんな感じで依頼があって、どういう意図でこれを作ったのか、あの動画が作られたのかみたいなのはちょっと分かっていただけたのかなと思うんですけども、まあ、お話はここら辺にしまして、まあ、なんで作られたとかどうこうよりも、このアニメーションの方ですね、どういう風に作ったのかっていう方を具体的に解説していきたいと思います。はい、ということでね、あれなんか違うなってまあ皆さん思ってると思うんですけども、こちらの方はね違うツインモーションになります。なんでかと言いますと、先ほどのツインモーションもまあ内装をね、まあツインモーションデフォルトにあるやつではなくて、まあ購入したものとか自分で作ったまあマテリじゃあオブジェクトを大量に入れてるので重たいと。でキーもありえへんほど広く配置してるのでかなり重たいんですけど、こちらの方はこちらの方で、まあ、こんな感じでかなりインポートしてるんですよね。でこれはこれで重たいということで別々にしております。で先ほどのやつはインテリアとかがメインに作られたものでして、こちらは施工方法のアニメーションを作るためのツインモーションです。はい、なのでこちらの方は装飾がまだ一切ありません。施工したばっかみたいな感じになっております。これ床とかね、あと天井も一応あるんですけども、そんな感じで全ての施工方法をこちらでこちらのツインモーションを使ってアニメーションしていって作りました。
はい、で早速解説していきたいんですけども、まずですね、どうやってあれ動かしてたのかみたいな話になると思うんですけども、その動かしてた方法はですね、まあなんとなく皆さん知ってるかもしれないんですけども、この一番初めのツールのところからですね、アニメーターズで、これローテーターズとトランスレーターズってあるんですけども、これは回転で、これは移動なんですよね。まあまあまあそれだけで、これスライディングドアってやって、これを置けば、はい、こういうトランスレーターっていうのがあるんで、もう結局ドアに対して、このトランスレーターをつけてるよっていうやつ、まあ言ったらセットなんですけど、オフにしてオンにしたら、はい、あ、これトリガーになってるのか、まあ、トリガーがオンになってるんで近づいたら開くよみたいな、そういうのがありますね。これをですね、このドアじゃなくて、あらゆるオブジェクトとかものに対して動かすことができるんです。っていうのも、このトランスレーターっていうのを押してですね、ここに配置しますよね。これどうやって、じゃあ配置した後にどうやって動かすねっていうのを解説に任せていきますね。これを持っていけば、こうやってひっつくとかではなく、これの場所自体はどこでもいいんです。どこでもよくって、こうやって配置して、であとはこのオブジェクトリンクっていうやつでクリックする。で今違うのをクリックしちゃったんで、こうやって上がったんですけど、まあつまりこういうことなんですよね。こうやってリンクしたものを2メートル上に上げる、上に上げるじゃなくて、今回はピングポングってなってるんで、これ行ったり来たりするっていうように指示されてるんです。例えばこれを、ワンスとかにすると、一度上がったきりになって、これは降りてこないです。はい。で逆にこれループってすると、上に上がって上に上がってっていうのをずっと繰り返していきます。はい。でとりあえずピングポングにしておきます。でスピード上げればスピードが上がります。でトリガーってやつをやると、対象物が近くに来た時だけ、これ例えば今これこんだけにしますよね。今だから動いてないんですけども、この自分、対象物ね、これマルチってなってますけども、これカメラ、キャラクターパス、ベアグランドバイスクル、カスタマーパス、だから人が歩いてきた時とか、カメラ、まあ、この自分の画面ですねとか、車が来た時とか、そのターゲット自体はいろいろ決めれます。で、まあ、今回はカメラでやるんですけども、こうやって近づいた3メートル以内に近づいた時に上がるというような感じで、こいつトリガーですねっていうのがあります。これをうまいこと使いましてですね、あの動画にあったようにアニメートどん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 下ろしていったり、する、まあ、ユニットが降りていってこういう風に施工するんだよみたいな表現をすることができるということになっております。はい。ただ今回はこいつを今動かしたいわけじゃなくて、今僕は車を動かしたいと思っております。なので車を動かしたいんですけども、これ今上向いてますよね。今車やからちょっと走らせたいから横向きたいなって思うんですけども、これ注意点で、先に今さっきみたいにこうやって先に車にリンクさせてしまうと上向きにしか進めなくなっちゃうので、先に進めたい方向を決めてください。例えば90度ってしちゃうと、こっち向きに走るよ、2メートル走るよ、ちょっと2メートル短いんで、こうやって25メーターぐらい走らせましょうか、グイーンと。なんで、こう設定します。で、さっきはこちらの方でリンクしたんですけども、それ以外もですね、これクリックして、下持っていて、このトランスレーターのところに、ポンって置いてあげるとですね、あ、行っちゃった。かわいい。まあ、もう行っちゃったんですけど、スピードだけ遅くてね。はい、ちょっとスピード上げて、でピングポングなってるんで、これループにしてあげるとみたいな感じだよね。もうめっちゃ速くしましょうか。でこれの特徴がスンって、ちょっとわかりますかね。最初と最後はちょっとゆっくりになるですよ。この特性なんかも生かして、この動画を作り上げております。はい。でこれの使い方分かりましたね。トランスレーターで、トランスレーターを使ってこの建物を、今この建物や、ちょっと待って、こいつうるさいな、こいつうるさいんで一回切っときます。はい、ハウスしといてもらいますね。でこいつらを今オンになってて、トリガーオフになってる、オフにしたらこうなってて、オンにしたらこう降りてくる。
でこの降りてくるのを一個ずつ一個ずつトリガーつけて、でカメラが、あ、例えばこれとかかな、こうなってたと思うんで、ここのカメラの位置でちゃんとトリガーが引っかかるようにしておけば、これをスタートすれば降りてくるみたいな状態にしておりました。でこれだとちょっとこれね結構ややこしい話になるんで、ちょっと理解してもらわれへん可能性があるんですけども、まあ、ちょっと本当に難しいんで、ここからですね、例えばこれ一個一個全部やってるとするじゃないですか。ただ今回の動画であったみたいに、最初このベタ基礎と、はい、こんな感じでアンカーボルトとか入れてましたよね。このアンカーボルトとか、この下にあるツカ、ツカ出てこい、あー出てきた、はい、こういうツカとかですね、こういうのだけを最初下ろしてたじゃないですか。ツカじゃないな、アンカーボルトとベタ基礎やな、を最初に下ろしてきて、次に、ボックスカルバートを下ろしてきて、それを蓋するようにこういう壁が降りてきて、で最後内装で床がこうやって組み合わさっていく様子みたいなのをやってたんですけど、あれって段階的な話じゃないですか。ってなると段階的なやつをやるのに1個やって保存して、で次このボックスカルバート入れて動けるようにして保存してってやってたら、あの正直効率が悪くて、例えばこのベタ基礎のところをもうちょっと早くしたいとかなった時にですよ、全部やりきった後に、この壁とかボックスカルバートとか全部やりきった後に、こいつのシーンだけでやりたいみたいになった時にですね、一度こいつら消さなあかんのかとかなったりするじゃないですか。そういうことではなくてですね、今これちょっとあるんですけど、この、ツイモーション2020からかな出たんですけど、新ステートっていうのを使います。これクリックして一番上にあるんでね、でこれ今回あるみたいにファーストっていうのは土地だけですね、土地だけの状態のレイヤーを保存してて、で基礎はまあ基礎だけ、アンカーボルトはアンカーボルトだけ、あっていうのもこれあれですね、基礎はファーストを含み、アンカーボルトはこの下を含みみたいな感じで全部設定しています。まあなんせそういうレイヤーを保存してるんですね。例えばこれ Q を押しますと、はい、こんな感じで車とかは一番最後なんでいらなくて、あと壁もこれまだない状態で、ボックスカルバートが動いていく様子の Q ですね。でこれ多分 Q はこの 1,2,3,4,5,6,7,8,9 ボックスカルバートの数で、この9個目のレイヤーのことを指していると思います。で9にして、でその当時はその撮影するときはですね、このプレインのところをオンっていうか、このトリガーをオンにしてやって作業しています、すべてのね。でそのそれぞれのこれ今 3.6秒 2.56 秒 4.49 秒みたいな感じで微調整をしまして、どん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 ポン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 って降りていくっていうような動作をしています。はい、そんな感じでこの新ステートで合わせながら、このまああとは何どうやってるかと言いますと、まあ、それぞれのシーンがありますよね。それぞれのシーン、まあ、これとか多分見覚えあると思います。こんな感じで動画が動きながら内装を、まあ、この床がこうやって組み合わさっていったんですけども、これなんかであると、このセッティングのカメラからこの新ステート、ここの新ステートですね、この新ステート、まあ先ほど言ったみたいにレイヤーを保存できるんですよね。今は壁がいらん時やろうみたいな感じでできるんで、この新ステートで、今なんでマルチになってんのかわからんけど、ちょっと待って、これね、保存状態が悪いというか、多分これを僕やこの当時やったの初めてだったんで、ちょっとぐちゃぐちゃになっちゃってる部分もあるんですよ正直。うん、床だ、床ってなってたら、この床までのやつは既にあるよと、で逆に言ったら天井は今ない状態だよみたいな、これ上見たらわかるんですけども、これ天井ないですよね。で天井つけ、天井っていうのを押すと天井レイヤーが出てくるみたいな感じで、この新ステートを使っております。であとはこの撮ったビデオのセッティングのカメラのこの新ステートでレイヤー情報ですね、新ステートを選択してあげればですね、そのいらないものは映さないで好きにアニメーションを作ることができると、そういうことになっております。であとはもう普通にこのビデオを押して出力したいものを出力していくだけということになっております。ということで、ちょっと今聞いた感じ、結構話だけ聞いた重いですよね。で完成品見たらマットわーってなると思うんですけども、はい、実際にちょっと素材ちょっと見せましょうか。
動画素材っていうところ開くんですけども、これかなり 重たくてですね。はい、ということでこんな感じになっております。エンディングお仕事 VBT とかなんかいろいろありますけども、まあいろんな素材ありまして、これが一番古いかな。これだから一番古いやつ保存状態になって、これやっとあペタキソタンカーボルトできたみたいになってる時ですね。これだけ送ったの覚えてます。おいけできたよ。これ多分ちょっと早いんですよね。あ、これちょうどいいですね。ポコン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 みたいな。はい、こんな感じで当時はやっておりました。まあ実際に使われたやつはまた違うんですけどね。まあこれとかも、はい、このシーン、今のこのシーンだけ使ったりみたいな感じで動画素材を何千もいっぱい撮りましたね。ほんまにこれすごい大変でした。うん、これね、これとか皆さん多分見覚えあるんですけど、今これ途中からミスってるんで、これが多分完成のやつですね。はいはい、さっきのやつは真ん中で新生徒を切り替えちゃってたんですよね。っていう失敗とかも僕ちょっと結構あんま消さないんで、作業中とかは。でたまに理解するとき消すんですけど、これちょっとねいろんな思い出が詰まってて容量バカ重いんですけども消していません。はい、でちょっともう一つお見せしたいんですけども、はい、これがプレミアプロですね。まあ編集の裏側みたいになっちゃうんですけど、僕らは基本プレミアプロで編集しておりまして、ここのこの回転して見せるシーンあるじゃないですか、今度ね、ここだけモリモリに任せてますプレミアプロの編集がモリモリのお得意なので、ここだけモリモリに任せて、その分お金をちゃんとモリモリに払ってます。まあお仕事で僕がいただいてるものなんでね。まあその他はまあ普通に音楽のハメとか編集は全て僕が行いました。ここなんで画像入ってんねんと思うかもしれないですけど、これはクライアント様にこのボックスカルバートが入るよっていうので実物の写真を途中で一回入れてくれみたいな説明するときにおそらく使うんでしょうね。入れてから動かしてくれっていうことがあって、こういう風に動かしていきました。これさっきのシーンですね。でこれモリモリのシーンで、ここからはインテリアがこんな感じでおしゃれにしとけば、あとはお客さんの購買意欲をね促すみたいな感じで、意外とこういうやっぱインテリアって大事で、生活してるイメージがつくんですよね。もうこれはもちろんクライアント様から大絶賛いただきまして、今では宮古島でかなり売れているそうです。まあそこはまあこれがまあ大成功したということもあって、まあ、僕のインスタとか見てる方は知ってるかと思いますが、宮古島にこの間行かせていただき、まあ招待いただきまして、まあ、一緒にお食事をしたりね、海に入ったりしてきたわけです。という終わり方ですね。はい、いかがだったでしょうか。まあ、結構重たいですよね。わかります、すごくわかります、結構重たいです。で僕も今やり直すのはちょっとしんどいなって思うぐらいには重たいんですけども、ただここまでやりきらなくても正直何個かこうやって動かすことはできたりします。でちょっともう一つだけちょっと今補足で言っておきますと、これ今トランスレーターでやりましたけど、それ以外でも正直できることはあります。っていうのもこれですね、パスのこれキャラクターとかビハイクルってあります、このカスタムパスを使って、そのカスタムの今これボックスなんで、こうやってボックスが動いてるんですけども、このカスタムパスのところに間違えた車とかを入れると、こうやって車も実際に走るんですよ。なんで基本的にまあ本当車だったらこのビハイクルパスでいいんですけど、その他のオブジェクトとかも一応入れれたりするんで、そちらの方を使ってやるのもいいのかなっていうことを最後に補足だけさせていただきます。はい、ということでね、ちょっと長々と説明してしまったんですけども、まあ結構重みのあるというか、まあ結構内容の濃い解説動画になったのではないかなと思います。皆さんもこれを活かしてですね、僕と同い年の方は卒業制作あると思いますので、卒業制作の動画のまあ手助けになればなと思います。これからもねちょっとソフト以外にもですね、卒生の話であったりとか、まあ、各学年に向けた動画なんかもちょっと展開していこうかなと、まあ、卒生と同時並行でね、
他のこともいろいろしてるんですけども、まあ、そちらの方も頑張りながら YouTube の方もこれからどんどん頑張っていきたいと思っておりますので、皆様よろしくお願いしますということでですね、はい、ちょっと長くなりましたが今回の動画は以上になります。ありがとうございます。よかったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。